NGC4030 は、乙女座の方角にある、グランドデザイン渦巻銀河である。地球から約6400万光年の距離にあり、乙女座、ベータ星の南東約4.75度に位置する。見かけの実施等級は10.6、見かけの大きさは3分であり、小さな望遠鏡でも観察可能である。地球からの視線に対して47.1度の角度で傾斜し、 毎秒1 4 6 5トルの速度で遠ざかっている。ド・ボークルールによる NGC4030 の形態分類はサボックである。これは、棒状構造を持たず、環状構造を持たず、小程度から中程度に破壊された過剰腕を持っていることを示している。銀河の内部は、複数の過剰腕を持つ複雑な構造をしており、対象な形状となっている。20腕は、 中心角から角度49秒である。中心のバルジは比較的若く、推定年齢は20億年程度である。銀河角は活動していない。2007年、チリのラスカンパナス天文台にある合計1メートルのスープ望遠鏡が2月19日に撮影した画像にて銀河内に超新星が発見された。この超新星は SN2007AA と指定された。 分類は IIP 型であり、銀河核から北68、5、東6 8の位置であった。超新星爆発の前は太陽質量の8.5倍から16.5倍の赤色巨星であった。ハップル宇宙望遠鏡による NGC4030 の画像を、ありがとうございます。